です。今日もね、稽古やってましたけれども、はい、解禁前の方もいますが、はい、すいません、ちょっとメイク直させていただきます。ちょっと解禁前の方もいました。じゃあ背中だけでね、はい、ちょっと、はい、まさこ、まだ作ってまさこ、あ、どうも、やっと顔出しできるようになったよ。よかったね、よろしくお願いします。ね、うん、歌稽古してました。歌稽古しましたよ。俺は演奏しないけど。そう俺は絡むことないんだけど。なんで俺の時聞いてくんない。いやだってそういうとこじゃないから。そういう演出だからさ。そうでしょうがない。一応メンバー役だから。そうか、いない部分なんで。そうか、しょうがない。聞きたかったよ、もちろん。そうでしょ。なんだ、避けてんのかと思ったら。そんなことないよ、もう本当ね。坂口勝さん合流してくれましたので、よろしくお願いいたします。ね、10月23、24、23、24、もう盛り上がると思いますので、ぜひお楽しみに。勝くんのね、華麗な歌声にも要注目ということで、お待ちしております。お待ちしております。はい、会場で。いやー、最近なんか。まさかね、この方に会えるとは思いませんでした。何度かね、あのアンザのソロライブで共演してますけど、パーカッショニスト兼俳優さんでもあります、マサルくんです。どうもこんにちは。はい、ね、本当に急なことでね。急に参加することになって。そうなんですよ、お邪魔してね、突然。まあ、直接絡むことはないんですけどね、まあ、あの、まあ、重要なシーンで1曲ね、はい、歌を披露歌わせていただけるということでね、本当にもう光栄でございますよ、もう本当にドラムからね、お芝居から歌まで、ソロライブなんかもね、やってらっしゃるんでね、本当助かります。ありがとうございます。とんでもないです、本当にね。歌はもらいました。資料は。資料はね、もらいましたよ。どうですか。おお、もう素敵な。あ、本当に。はいはいはい、さ、楽しみですよ。あれをね、歌えるという。はい、これからピアノと、そうね、練習ということで、ね、練習ということでね、今日はスタジオにね、はい、やってまいりましたけども、はい、じゃあね、素敵な歌声をね、披露していただいて、10月の23、24、浅草歌劇場でね、はいはい、お待ちしておりますので。お待ちしております。マサルさんの華麗なね、素敵な歌声にもお待ちしております。ご注目ということで笑ってないんじゃない、はい、ね、会場でお会いしましょう。はい、ではマサルくんでした。ありがとうございました。